二階市 j ム銀座屋上庭園銀座6は東京都中央区銀座にある複合商業施設、商業施設、業務施設、文化、公共施設、地域冷暖房及び駐車場から構成される。松坂屋銀座店の跡地を含む銀座6丁目10番外区、隣接する銀座6丁目11番外区の2つの外区約1.4ヘクタールを一体的に整備する。 再開発事業であり、2017年4月20日に商業文化施設が開業した。この地区が都市再生緊急整備地域に指定されていることもあって商業観光拠点としての整備が望まれていた。また、地区内の建物の多くは老朽化や防災上の課題を抱える旧耐震基準の建物のため、それらの課題を解決するとともに、 周辺地域に寄与する施設整備を目指し、市街地再開発事業を活用した街づくりを行った。施設計画及び運営は、大丸松坂屋を運営する、J フロントリテーリング、森ビル、エルリアルエステート、住友商事の4社一体で推進した。施設コンセプトは、ライフエイティーツベスト最高に満たされた暮らし都市、銀座エリアに国際的な商業空間を作り上げる。 商業施設としては銀座最大級の規模を誇り、銀座の地にふさわしいハイブランドのアれレル店が数多く入居する。また、それらのラグジュアリーブランドは複数回にまたがった店舗構成になっている。防災機能の面においては、精神構造の採用のほか、非常用発電機など緊急ライフラインの設置をし、帰宅困難者のための一時滞在スペースを設けて、 食料や毛布等を備蓄している。その他に、待来者のための利便施設として、貫通通路や地下歩行者通路の整備、歩行者道線のバリアフリー化の整備を行った。銀座地下や書店地下2階地下1階ビューティー6階13階レストランラウンジ。ありがとうございます。